かっこいいな、トンボキリさん。トンボキリさんは、村正さんにはずっとちょっとやれやれの感じなのか、それとも普段は普通に楽しく話したりするのかな。刀剣男子方がどういう遊びをするのかわからないけど、囲碁とか将棋とかたわいもない話をしながら遊んでてほしいな。見事な働きだな。さすがだ。今トンボキリさんが完全に画面外に見切れてて、本当に大きい方なんだな。村正さんって変わった人っていうイメージも強いんだけど、真面目だし賢いしいい人なんだろうなって。三日月さんって料理とかうまいのかな。勝手なイメージ、三日月さんそんなに万能的な器用ではない気がする。洗濯とかお料理とか意外とちょっと不器用寄りなんじゃないかな。長谷部さん、感情的な力強さのかっこよさがあったけど、トンボキリさんこう肉体的な物理的な本当に力強いんだろうなっていうのがかっこいいね。すごいかっこいい。蹴散らすまで。あ、背中見せんの、これすごいかっこいい。ヤゲンさんとはまた違った兄貴感があるな。ここ最高にかっこいいな、トモキリさん。こういう言い方良くないんだろうけど、守られたい感がある。背中を見せて最後の言葉を言うようにした真意がちゃんと知りたいな。何か悲しい理由から来てるのか、過去を振り返らないとかいう暗示なのか、何か意味深な気がするんだよね。やはり脱がせてみなければいけませんね。ここで流したり茶化す感じで返すんじゃなくて、真面目に考えてどう返していいか分かんなくなるのはすごいトンボキリさんなんだなって感じる。どうでしょう。あったね。ああ、これでいい。